どうもー、ふーじたです。さーはーい、ということでやってまいりました。相場芸人の私がお送りします。今後値段が上がってきそうなタイトルランキングということで、今回はですね、ジャンル別シューティングゲームで今後上がりそうなゲーム。今回ね、シューティングゲームといえば、名シューティングゲームのゼビウスとか、ギャラガとか、ギャラクシアンとか、このあたりの綺麗なやつって、もう絶対僕の話を聞いてもわかると思うんですよ、上がることが。なんで今回はね、このシューティングゲームの中でも後期のやつから選びました。後期でも上がってるじゃんと思いきや、まだまだ上がってないものもあるから、そっからグンと来そうなやつを選びましたんでね。これも有益な情報だと思いますね。それでは第3位、キャプテンエド。はですね、パッケージからも分かると思うんですけども、ガチのクソゲーじゃないかとまずルールが分からない。なんかね、進んでって敵を撃って倒すんですけど、マス目が赤、黄色、緑ってなってるんですよ。で、緑のとこ通過しないとダメージ受けて、赤いマスをずっと歩いてたりするといきなりやられたりするんですよ。弾が来て避けるみたいな、そのシューティングでちょっと若干ですね、その弾も来るんですよ。弾も来るし、地上と空中か、空中敵を倒すんですけど、なんかハンマーっていうのを装備してて、ハンマーで地面叩くとアイテムが出てきたりとか、何がしたいかもわからないで、なんかミニゲームみたいなのがあって、それもちょっとわけわかんなかったりするんですよね。だから真のクソゲーっていうランキングがあるとするじゃないですかこれも、まあ、ある意味ではね、特別賞みたいなとこに来ると思うんですよねこれで今どれぐらいのあれなんですか？安いんですよ、今並品の箱説ありだと2,000〜3,000円ぐらい。じゃあこれが何きっかけで来るんですか？これだってもうすでにそういう意味じゃ評判はもう固定しちゃってるわけじゃないですか。ただで、はい、いや固定してても、それはやっぱプロの中でなんで、おお、だって見たことなくないですか、これ。ないです、ないです、ないです。それが浸透してきた時じゃないですか。だんだんちょっと集めきだすと、はい、一応どういうゲームか知っていくじゃないですか。はいはいはい。で、スペランカーっていうクソゲーがあるのか、即死ゲーがあるのかって調べていくと、これにたどり着くと思うんですよね。クソゲーコレクターも多分これを集めると思うんでね。クソゲーだけを集めるみたいな人もいると思うんですよね。もう逆にでもちょっと見てみたくなりました。だそういうことか、新しいニーズというか。この動画が公開されると多分ちょっと上がりますね、うん、上がりますね、エドね。まあで、まあね、気になったらやっぱ購入するでしょうね、皆さん、ね、今だったら、まあ、ほぼ新品レベルでも3000円ぐらいで買えちゃうと。そうですね、うん。それでは第2位、こちらですね、重力装甲メタルストーム。まあ、メタルストーム、メタルストームって言ってますけど、正式名称は重力装甲メタルストーム。特徴としては、重力が逆になる、天井に立てるみたいな、それが、まあ、うまくいいふうに作用してて、面白いシューティングゲームとなってて、まあ、名作、タムテックスさん、僕が好きなホトトギスを制作してるチームのあそこで作られた、地面に立ったり、なんですかね、天井に立ったりとかして、うん、敵を撃って倒していくみたいな。だって重力走行って言ってることは、その重力反転、ここが本当大目玉なんですよ、このゲーム。で、まあ、これはですね、まあ、今でももう2万とか、うん、おお、もう2万、高いんですよ。はい、高いですね。箱せざりで並んで2万ぐらい、うんうん、だけどこれまだ来るんじゃないかと、今のうちじゃないともっとやばくなっていくんじゃないかなと。それは何でなんですか？まあ、こういったね、まあ、これも隠れた名作といっても過言ではないんですよ、はい、まあ、後期なんでね。メタルストームはまだ俺隠れてると思うんですよ。これは出てくることは少ないです、ちょっと下にいるから、うん、だからこれはね、まだ来るんじゃないかと。そうか、じゃあいわゆる2番手、うん、3番手とかのグループちょっと今隠れてるんで、うん、今行っとかないともうとんでもないことになると思います。あ、じゃあ下手すと2桁万円もありえるんじゃないかまあいずれはそうなると思うんですけど、それがどういくかですね、順番が、はい、それでは番外編、こちらとなっております。サマーカーニバ、レッカとオーバーホライゾンですね。レッカーも高いの有名ですよね。いや、そうっすね。並品でもやっぱ10万ぐらい、綺麗だったらまあ2、30万とか。ただ偽物が出すぎてちょっと下がってるみたいな部分があるんです。ただこれもね、偽物が落ち着けば、なんか芯が判定方法がはっきりすれば、もう少し戻ってくんじゃないかと。そしてオーバーホライゾン、こちらもこれ今カセットのみですけど、箱説あればやっぱ2、3万するんで、メタルストームよりはちょっと上かな。だから結構目立ってると僕は思ってるんですよ。だけど王道だけども、やっぱ押さえとくべきものではないかと。このレッカは、うん、ちょっと少し前までは不動の1位でしたね、だったですよね、ずっとね。まあ、だからそこを狙われて偽物がすごい出てきちゃって、ちょっと敬遠されがちで、ちょっと下がったと。少し価格が下がった。心眼のポイントがはっきりつけば、まだ価格的に戻るかもしれないと。そうですね、ついて、まあ、ついてる人が、うん、ついてるショップが増えてくれば絶対安全じゃないですか。この劣化は、はい、それだけのやっぱりその常にトップに行って君臨してて、まあ、偽物が出るぐらいの、それの理由って何なんですか？やっぱ数が少なくて名作だからじゃないですかね。で、後期にも出てるから、さらに少ないと。じゃあ最近の劣化はそうか、シューティングゲームとしては名作なんだけど、うんうんうん、発売のタイミングが悪かったとか、まあ、いろんな理由があって、まあ、悪くてというか狙ったのかもしれないですけどね。あ、ものすごい数が少ないソフトになってしまったってことなんですか？そうそうですね、うん、
例えばオーバーホライズもね、うん、これもそれがちょっとね気になりました。まあ高いんですよ、うん、2万3万円高いんですけど、で目立ちつつあるんですよこれ。だけどもっと目立つ前に抑えておいた方がいいんじゃないかと思うわけですね。いやそのまあプロの中ではもう結構来てるけども、そうです、今からこれをコンプリート、まあ、集めようとしてる人たちはこの金額で行くしかないじゃないですか、ね、で今回フライデーのコンプリは裸っていうかね、単体ソフト単体なんで、もしかしたらそういうのもありえるかもしれないですけど、箱節付きで集めてる感じならもう高いの行くしかない。まあ、例えばフリマとかでも、はい、日本中を見れば一例ぐらいはあるんじゃないですか、これが1000円とかで売られてる。日本中見ればあ、いやいやもうね、即決のがあったらもう出た瞬間にもう1秒ないぐらいで売れてます、まあ、なんででもちょっと安いぐらいなことあると思うんですよ、うん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 、だから僕もこれ買ったのは、ちょっと前ですよ。だけどやっぱ10万切ってたと思うんで、あとオーバーホライゾンも箱節なしだとどうかな、2万ぐらいかな。だけど1万5000とかあったらなくはないと思うんで、条件が揃えば。それでもちょっと探して、例えばいくらからだったらもう買っちゃった方がいいとかっていうのは言いにくいですか？難しいですよね、その状態にもよるんですけど、箱節ありで並品だとするじゃないですか、うん、いうことであればやっぱ10万が高いじゃないですかね、うん、やっぱ10万あの覚悟というか10万かかるよと。だからそれが8万円7万円みたいなのはもうほとんどないよと。ないし、まあ、それが本物であるのであればもう即決で買った方がいいですよね。藤田さんのイメージ的に、レッカーがいまだに偽物一番多いですか？あ、もちろんですね、群を抜いて。群を抜いて。やっぱ4、5本に1本は偽物なんですかね。本当、開けないと分かんないぐらいのやつがあったりするんで。そう考えると、本当にプロでも難しいんですね、このレッカーはね、扱いが。ちなみに藤田さんが買われたやつは、はい、どこでどう本物という藤田さん的にジャッジしてますか？やっぱラベルですかね。ラベルで。鮮明すぎるとか、あとなんか裁断したところがちょっと汚い、綺麗とか。この角のなんか自分でくり抜くとこれってなかなかこうなんないですよね。斜めに鋭角に切れてるとか、あとまあここから見た時になんか変な線とか出てるもう 100%、ね、ああ、まあそういう分かりやすいのはいいっすよね。その箱の偽物もあるとしてもね、劣化はそうですね、箱説明書の偽物も見ても判別が難しかったりするんで。はい、それでは第1位、こちらとすんと燃えろツインビーいきました。コナミさんの後期のカセットの再販のやつがバイオミラクル僕っていうパー、モヨロツインビー、悪魔女ドラキュラとあって、悪魔女ドラキュラウパっていうのは箱付きになると10万クラスなんですよ、両方とも、ね、箱付きでも1万5000とか2万円なんですよ。なんででしょう、それだけ人気だと思いますけど、ね、やっぱ売れてると、うん、その2つに比べれば、そう、うん、でもドラキュラよりもウパの方が高いんですよ。人気のようだったら絶対ドラキュラなんですけど、でモヨロツインビーは多分それより、まあ、数は出たと思うんですよ。まあそうね、ツインビーは面白いですからね。だけども、この差は大きすぎると思うんですよ。だってドラキュラとウパがまあ10万超えだとして、はいはいはい、ここに2万だとするんじゃないですか。まだ来るでしょう。その5倍の差は埋まると。そうですね、ツインビーのがガーッと伸びると、少なくとも5万ぐらいになると思うんですよね。倍以上、うん、今抑えてた方がいいんじゃないのかな。で、皆さんは持ってらっしゃるんですか、箱付きも。箱付きあると思うんですけど、出てはこなかったですね。出てはこなかったですね。これがでも、3つだけディスクから、なんでしょうね、逆輸入じゃないか。再販というかね。再販とか戻したって、うん、それもでも面白い。ああ、まあ人気があったからじゃないですかね。なんかですよ。そのままディスクじゃなくて、あえてファミコンでもっていう。ディスクで売れてみたいな。うん。ディスク経由でファミコンに再発売みたいな。もともとドラキュラとか、うん、まあ、コナミさんのやつってクオリティ高いじゃないですか。うん、カセットで出せばよかったっていう後悔もあるんじゃないですか。ああ、そうか。最初からね。だってディスクだとね、その儲けが相当減るという。そういう意味か。で、このモヨロツインビーが、その、なんていうか、シューティングゲームとしてはまあ名作だと思うんですけど。3人用できるってすごかったですよね。これどういう、何がこう違ったのかって、うん、この1位のソフトが。今までのツインビーと何が違ったのかみたいな。ファミコンでやっぱ2人用までが限界だったじゃないですか。2人用すらできるやつは少なかったし、ツインビーで2人用できたじゃないですか。で、モヨロツインビーは3人用ができると。3人用ってそのあたりが初めてかな。まあでも多分モヨロツインビーが初めてあたりだと思うんですよ、うん、まあその後クニオくんとかもちろんあったんですけど、うんうん、あれいつかちょっとプレイ動画もやりたいですけど、はい、あれベルを取ってパワーアップしていくゲームじゃないですか、はいはいはい、あれ藤田さんどういうベルを取るタイプなんですか。順番では青、はい、白、青ってほらスピード速くなる、はい、あれ何個ぐらい取るんですか藤田さんは。あーでもそれはどうやるかにもよりますね。おスコアアタックだったら絶対ベル黄色なんですよ、点がどんどん増えていくから。青にしないんですか、一回も。全部黄色で終わらせたんですか。いや、最低限のパワーアップでスコアを狙う。あ、そういう意味ね、はい、でもスコアアタックじゃなくて華麗なプレーとかそういうのであれば、うん、青はかなり取りますよ。青いっぱい取りつつ分身ですね。分身、攻めの分身、守りのバリアって言われてますよね。なるほど。分身だとまあ当たれば一発やられちゃうんだけど、分身できるとか一気に敵を倒すことができる。そうですね、3倍かな。そうそうそう、ね、ですね、うん、バリアだと1体のものだけど、まあ、当たっても平気なんですよ、ね、本当に
ツインビーは将棋でしたよね。女性チームは制作したんですよねって言われてたような気がします。グラディウスは男性チームで、なんかグラ、そうそう、でも確かにグラディウスとかに比べてちょっとポップな感じで、そう、楽しい、まあ、かわいいみたいな感じで、だけど結構ハードですよね、あれゲーム性は結構ね、うん、あれはやっぱ女性受けもしましたね。うん、良かったですね。名前も良かったし、ツインビーってね、手がもげてくるんですよね。あ、一回ね、いい、なんで救急車みたいなね。あ、ツインビー自体はどうなんですか、ワンは。ホラミさんの初期のやつじゃないですか、うんうんうん、あの系統のハコグーニーズとか、うんうんうん、ER カンフとか、それと並んで、まあそこそこは高くなると思いますね、うん、でも高くなる順番で言うんだったらそれはまだ先になるような気がしますけどね。ああ、まあ言うならそのツインビーよりはそのグーニーズとかキングコング2とかそっち行った方がいいと思いますね。ああ、この小波さん編でそれは語ってましたよね、藤田さんね。そうそうそう、うん、順番大事なんでね、うん、全部最終的に上がるとしてもその順番によってどんだけ変える数か、変わるわけなんで、予算があったとしてね、これすごい重要だと思います。シューティング部門をまとめるとこのモールツインビーがまあ第1位だと。はい、そうですね。ですね、まあ、今の心境ですよ。来年はまた違うかもしれないですよ。あ、まあ確かに。相場自体が動いてる可能性ありますもんね。そうそうそう。まあ僕の言った通りになったとするじゃないですか。うん、そしたら違うソフトを出すわけじゃないですか。そうですよね、次はね。今なんだね、これはね。若干でも藤田さんの動画見て、すぐ注文したと、注文しましたとかって言われると、まあ悪い気はしないですよね。そうですね、信用してくれたんだと。なんかまあこれは抑えといた方がいいみたいなこと言うとね、やっぱ影響してくれる人がいるんだよね。逆に言うと変なこと言えないです、藤田さん、これ。間違ったこと言ったら大変なことになるよ、これ。そう、まあでも面白いですよね。面白い、面白い。僕の中で動いてるというかね。まあ予想ですからね、あくまでも。責任は負いませんみたいなね、テロップがあるかもしれないですね。